Stop it. Get some help. おすけるプレゼンコーナーだぞ。誰？いやいやいや、あの偽パイモンです。バーバルの映像を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。じゃあ見ていきましょう。どうぞ。秘密のこんにちは、旅人さん。あ、これね。なんだか元気ないみたいだけど。めちゃめちゃ可愛い。元気ないんだよ俺。ちょっと仕事でうまくいかなくて。バーバラがあなたを元気にするから。かわいい。今度の仕事うまくいくか不安で。なんだか恥ずかしいね。バーバラに会えるだけで幸せ。そう思ってくれるならすごく嬉しいな。うん。ん？どうしたら元気が出るかって。どうしたら元気が出る？どうしたらいいかな。考えてる。ピリ辛小魚。この角度めっちゃ可愛い。ピリ辛小魚100匹くれたら教えてあげる。ピリ辛小魚100匹。今から言うことはすぐ絶対誰にも言っちゃダメだよ。じゃあアイドルの秘密を一つ教えてあげるね。教えて。元気が出ないときはね。出ないときは。このノートが支えてくれるの。そのノートって。ただのノートじゃないよ。え。掛け合いしてる。みんなからの応援と期待の言葉が書いてあるんだ、うん、もちろん批判もね。ここに書いてある言葉が私を前へと進めてくれる。例えば、恥ずかしかった。スイートフラワーミルクの甘さが10だとしたら、うん、バーバラはスイートフラワーミルク10杯分だね。こんな難しい言葉みんなどこで覚えてくるのよ。例え。あなたもこのノートに書きたい。書きたい。書きたい。もう書かせてくれる。私をからかわないで。からかってなんかないよ。あと秘密を守る約束も忘れないでね。もちろん。けどまた私とお話ししてくれるなら書かせてあげなくもないけど。する、絶対する。書かせて。書かせて。今日はまだ大聖堂のお仕事が残ってるの。え、そんな。大丈夫だよ、またすぐに会えるから。本当楽しみにしてるね。約束だよ。それじゃあバイバイ。バイバイ。やべやべ、笑っちゃうほど可愛いな、マジで。セルフ掛け合いしてるじゃん。やべ、いやいや、こうなるだろうって。なるでしょ、あんなメッセージとかさ、もらったら。いや、これはマジ元気出るよ、普通に。これは本当に可愛いんですよ。ね、やっぱ皆さんがね、やっぱバーバラは生きがいだっておっしゃってる気持ちがすげえわかりますね、これは。いやね、ぜひ皆さんもね、これからもその愛を持ってね、うん、バーバラと一緒に旅を続けてみてください。お願いします。はい。